最初にいじめ問題に対する市長の見解を求めます。女子中学生のいじめによる疑念が持たれる自殺については、私ども公明党議員団にも全国から原因と市長及び市教委の対応について、随分問い合わせがありました。改めて、広瀬沙耶さんのご冥福とご親族に対し、心よりお悔やみ申し上げます。公約で市長のリーダーシップのもと、いじめ問題の真相究明と教育体制の在り方を検証、徹底した再発防止と言われ、選挙戦ではこの遺族に寄り添い解決するともおっしゃっていました。午前中の答弁で、市長としていじめと認定するかのような発言をし、遅くとも年度内までには最終報告すると答弁されました。大変重たい判断であります。ネットニュースですでに全国配信されています。いずれにしても、市長からの報告を市民が、いや日本中が固唾を飲んで待っていますし、このことは市長が旭川市民の心を捉えた事案であり、最大の期待と言ってもよいでしょう。2011年11月11日、滋賀県大津市で中学2年の男子生徒がいじめを苦に自殺をしました。世に言う大津いじめ自殺事件であります。事件直後の学校と教育委員会の隠蔽体質が発覚、問題視され大きく報道されました。2013年2月に議員提案による大津市子どもいじめ防止条例案が可決された後、同年6月にはこの事件が発端となり、参議院において自民党と公明党の賛成でいじめ防止対策推進法が国会で可決されました。その後も現在も市を挙げていじめ撲滅に取り組んでいます。成立まで約1年半、そしてその間、徹底して行政側は逃げを打ち、裁判にもなっています。遺族に寄り添った早期解決を公約としたのですから、市長に対する期待は大きいのは当然であります。市長の裁量権でできる解決策と、第三者委員会のメンバーの健康の可否も含め、見解を求めたいと思います。次に、いじめの重大事態に関わる解決策等についてであります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、いじめなどの生徒指導は、教育委員会がその事務を取り扱うことになっていることは承知しておりますが、未来ある中学生の尊い命が失われたことは、大変重く受け止め、この問題に対する市民をはじめ、全国の皆様からの旭川の教育に対する不信感を払拭するためにも、大変重い判断ではありますが、遅くとも年度内までに最終報告をまとめてほしいとの考えや、いじめであるとの認識を述べさせていただきました。教育行政に関しましては、市長として予算編成、条例提案に関する権限を有しておりますことから、それを通していじめ防止対策の強化や、いじめ防止条例の制定など、必要な対応を促していくとともに、調査の進捗状況を確認し、私の考えを積極的に伝えていくなど、この問題の一日も早い解決に向け、積極的に取り組んでまいります。また、対策委員会の委員については、教育委員会で委嘱しているところでありますが、仮に対応が改善されない場合は、対策委員会の体制の見直しについて、改めて教育委員会と協議してまいります。